もう風が止むと本当に何も聞こえません。一人ぼっち。すごい、本当に綺麗。こんにちは。今回は東北福島県にある百名山の安達太良山に来ました。で、僕の住んでるところからだと八ヶ岳に行くのもこの安達太良山に来るのも距離的にも時間的にもそんなに変わらなかったので、密かにずっと狙ってはいたんですけど、やっぱり東北の山って天気がなかなか晴れてくれず、それで来れてなかったんですけど、今回すごく晴れそうだってことで来てみました。まあでもやっぱり東北の山は天気がいいっていう予報でも結構天気が悪くなったりするみたいで、今も快晴の予報だったんですけど、結構山頂の方はガスがかぶってるんで、ちょっとどうなるかわからないですけど、とりあえず行ってみたいと思います。で、ちなみに今回は α7-3 の発動入ですね。ちょっと雪山でどの程度動くかっていうのも試しながらやっていきたいなと思います。じゃあもう準備できてるんで行きたいと思います。じゃあ早速ね、安達太良高原のスキー場から駐車場があるので、そこからスタートです。ちなみに今の気温がマイナス3度で、まあもう残雪期の季節に入るので、そんなに寒くないので、今のところ1枚だけで登りたいと思います。多分まあ登ってるといつも通り暑くなるんで、このぐらいでちょうどいいかなと思います。ここが分岐で、右行くと黒金小屋方面からで、左行くと薬師岳方面からになるみたいですね。今回は黒金方面から登って、下山は薬師岳方面で帰りたいと思います。で、ちょっとした余談ですけど、今回一応雪山でフル装備なのと、あと久々の登山っていうのもあって、あと、まあ、雲も全然ないんで、多分タイムラプス撮ってもいいのが撮れないんで、もう今回は α7-3 とだけで、D750 は持って登らず行きたいと思います。ここもまた分岐がありますが、気温はどっちも同じところに最終的には出るんですけど、今日はなんか旧道の方を通っていったらいいみたいなことをどっかで見たので、今回はこの旧道の方から行きたいと思います。またさっきの道と合流して、すぐまた合流ですね。今回も旧道行きたいと思います。今まだちょっとアイゼンつけずに歩いてたんですけど、結構踏み固められてて歩きにくいので、どっかでちょっとチェーンスパイクかアイゼンかつけたいと思います。ここもまた結構何回も合流しますね。ここももう一回旧道で行きます。ここでチェーンスパイクに履き替えましょうか。はい、ってことでチェーンスパイクに履き替えましたけど、やっぱり全然歩きやすいですね。だいぶ開けてきて、天気もいいし、すごい気持ちいいですね。綺麗。まあでもこうやって見ると、まだまだ雪は結構1メートルぐらい、ちょっとこの下がどのぐらいあるかわかんないですけど、結構残ってますよね。
それにしても、今日はもう天気が良すぎて、ちょっと暑すぎますね。失敗しました、下。もうちょっと薄着してくればよかったです。息も切れないぐらい、すごい、ゆっくり歩いてるんですけど、それでも、すごい汗ですね。もともと僕が汗かきっていうのもあるんですけど、すごい暑いです。さすがにまだ氷点下だろうと思って今回来たんですけど、もう気温が氷点下じゃなくて2、3度ぐらいありますね。そりゃ暑いですね。服完全に失敗しました。はい、ここで分岐ともう合流はこれで終わりで、あとはまたまっすぐの道です。あー、すごい景色が開けてます。街がよく見えますね。まあもう真冬ではないんで、若干霞んでますけど、すごい綺麗。なんかいろいろ見えてきましたね。すごい、ガスも取れてます。朝見た時はすごいガスだったんですけど、あ、すごいかっこいい。あれが、目の前に見えるのが、鉄さんですね。鉄さん。ちょっと読み方してましたけど、鉄に山って書いて、鉄さん。あ、すごい。安達太良山の山頂も見えました。あの一番左が安達太良、ちょっと出てる、あの乳首っていうらしいんですけど、ちょっと変な名前のあそこが、まあ確かにそんな感じの形してますけど、分かりやすいですね。あそこが山頂です。いや、もうすでにこの天気とこの景色楽しいですね。こんだけ晴れてくれると。はい、ということで景色見すぎて見逃しそうになりましたけど、ここを左に行っても安達太良山に行けて、こっちの方がまあコースタイム的にも左の方が短いんですけど、今回黒金小屋経由で行きたいので、その場合はまっすぐ行きます。まあ多少こっちの方がコースタイム長くなりますけど、ちょっと黒金小屋に行ってみたいので、今回はこのまままっすぐ行きたいと思います。いや、近くに来るとやっぱりすごい迫力がありますね。ここの道は若干トラバース道みたいな感じになってて、結構急斜面になってるんで少しだけ危ないですね。こことかすごい歩きにくい。鉄さんの山容が岩がゴロゴロしててすごいかっこいいですね。ちょっと景色が良すぎて、ゆっくりゆっくり見とれながら歩いてたら、だいぶコースタイムから遅れてますけど、やっと黒金小屋が見えてきました。はい、ということで黒金小屋到着しました。ここ通年営業らしいんで、年末年始とかもここもいいかもしれないですね。ちょっと休憩していきます。あ、ちなみにここ昼食は食べれないので、そこは注意してください。食事は泊まる方のみみたいですね。はい、ということで黒金小屋からは十二本愛染の方に入って帰りましたけど、まあ別にそれなりに踏み固められてるんで、チェーンスパイクでもこのまま行けそうではあったんですけど、まあ初めての道で怖いのと、多分こんだけ気温が高いと雪が緩んでくるので、ちょっと十二本愛染で今回はここからは行きたいと思います。まあなんでちょっと
風も少し吹いてるし寒いかなと思って上羽織ってきましたけど、やっぱり歩いてるとまたそれはそれで暑いって難しいですね。見えましたね、あれかな、山頂、多分そうだと思います。蔵王ですかね、山形の。峰の辻到着です。ここからちょっと右に行ってで回って山頂にも行きますし、ここからまっすぐも行けるみたいなんですけど、まあ、このまままっすぐの方が近いみたいなんで、まっすぐのルートで行きたいと思います。もうあと 2,30 分ぐらいで到着ですね。あそこが見えてるとこが安達太良山の乳首です。あと少し、もう風が止むと本当に何も聞こえません。一人ぼっち。すごい、本当に綺麗。よいしょ、安達太良山到着。やった、すごい、全然風がない。あ、やった。ということで、東北の百名山安達太良山登頂しました。やった。いや、本当に風もないし雲もないし、すごいいい日に来ましたね。すごい、すごい綺麗です。このエビの尻尾もすごいですね。まあ断節期というか、もう厳冬期ではないんで、ここまで大きなエビの尻尾ではないですけど、普段のすごい風の強さとか寒さとかがこれでよくわかりますね。あとはね、あの乳首、山頂の乳首のところも登れるみたいなので、そっちに行ってみたいと。ということで、あの山頂せっかく着いて、あの景色もいいんでゆっくりしたいんですけど、まあ、今回もう一つ見たいところがあって、あのそこまで20分くらいかかるので、先にそっちに向かいたいと思います。まあ、やっぱりさすがに稜線に出るとある程度風はあって、まあ、そこまでじゃないですけど少し寒いですね。ここら辺すごい波打ってるみたいで、すごい面白いですね。あと東北の山がどれがどれだかやっぱりあんまり分かんなくて、あの白いのはなんだろう、あれはまあ磐梯山ってすぐ形も特徴的なんで分かるんですけど、あっちの方は何なんですかね、ちょっと分かんないですね。このエビの尻尾すごいですね。
到着。ここがもう一つ見たかった爆裂火口ですね。すごい、この景色が見たかったんですよね。まあちょっと動画だと伝わらないと思うんですけど、もう黒金小屋ぐらいからずっと硫黄の匂いがしてて、そこからガスが出てるみたいですね。過去には近づいてそこで亡くなった方もいるぐらいなんで、今は侵入禁止みたいですけど、いやすごい綺麗。いい景色で名残惜しいんですけど、時間も遅くなっちゃうので、そろそろ下山したいと思います。一回またあっちの山頂に戻って、今回は周回ルートなんで違うルートで戻りたいと思います。ちょっともう下山しようと思ったんですけど、せっかくこんなに天気良くて風もないので、でお湯もせっかく沸かして持ってきてるので、ラーメン食べてから帰りたいと思います。腹ごしらえもしたんで、今度こそ下山したいと思います。はい、じゃあ行きは左から登ってきたんですけど、帰りはまっすぐ行って薬師岳経由で下山したいと思います。ここも分岐みたいですね。こっちトレースないですけど、右側行くと全然また違う方向に行くんで、まっすぐ下山したいと思います。それにしてもやっぱりちょっと降りてくると全然風がなくてすごい暑いですね。どっかで脱ぎたいですね。来ました。これ有名なやつで、この上の空が本当の空です。いや本当に今日はこの言葉がふさわしい日ですね。すごいすごい快晴で、ここが薬師岳ですね。あともうここまで来れば1時間も下山までかからないぐらい。これ誰かがこんなの書いてますね。はい、ということで無事下山してきました。今回多分初めての東北の登山になったと思うんですけど、なかなか天気が良くなくて行けれなくてってことだったんですけど、今回やっと初めて来れて、天気とか、久々に1ヶ月ぶりぐらいに登山に来れたっていうのもあってだと思うんですけど、本当に雪山のこれまで登った雪山の中でも一番好きな山でしたね。本当に結構樹林帯も比較的短くて、その後は景色のいい稜線っていうか、登山道が結構長くて、それがすごく良かったですね。東北の山は他にも那須岳とか、あと蔵王とか、西吾妻山でしたっけの方も行きたかったりする、あと あれですね飯豊山の方も行きたいので、飯豊山は重曹、夏の重曹になりますけど、で今年はもう行けないかもしれないんですけど、来年できれば行きたいなと思います。はい、じゃあ次の登山はどこになるかちょっとまだ決めてないですけど、また行ったら動画撮っていきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。